こんにちは、ロックンロールベイダー教です。本日ね、9月29日水曜日、久々にスクラッチ出ましたので買ってまいりました。朝一番、早速ね、やってみたいと思います。はい、台風ね、来そうですけどね、あんまり直撃しないでね、欲しいなと思いますけど、まずは助っ人ダース・ベイダー、ホストともにあらんことをベイダー教よろしくお願いいたします。そして殿下の宝刀ライトセーバーで削っていきたいなと思いますのでね。さて、幸運がゲットできますかね。今回これですね、8ラインスクラッチ4縦横斜め左の赤枠、こちらでございますね。はい、中をすべて削ってください。縦横斜めのどれでも一列に同じ絵柄が3個並べばあたりで、揃った絵柄に応じて右の当選金が受け取れます。そうっすか。貯金マーク1等100万円これわらじですか。2等5万円急須3等1万円湯飲み4等1000円おにぎり5等200円とね、なんか絵柄もなんかね、紅葉の季節だけらしいですね。いい感じですけどね。さあ、どのぐらい入ってるのかな。どうかな。100万円は90本ですか。うん、5万円が7200本、1万円がこれでいいですよ、もう7万2000本ねって感じになってますんで、とりあえず1万円でもいいですからね、久々に高額当選ね、期待したいなと思います。では早速削っていきましょう。はい、後半5枚でございます。これは全部いくしかないのかな。まあ、とりあえず一番右からいきます。同じ絵柄が3つ、縦横並べ、わらし2等おにぎり、もう横の列はないです。なんだろうこれ、なんでしょう。とにかく100万円のやつ。はい、じゃあ下行きます。真ん中に、お、わらじ来ましたよ。5万円、ここに来たら5万ですね。ん、びっくり。違うか、湯飲みか。しかしまだまだね、このラインなくなっちゃったから、ここにわらじ来るとまだ、あーなんだ、100万ラインがここに来たのか。ともうわらじラインがないか。100万ラインがまだあるね、これね。100万ラインはまだあるよ。あ、急須来ちゃったからもう100万ラインが消えたので、あとはもうあれですね、湯飲みラインしかないですね。1000円ライン、お、1000円ライン来ましたよ。あと一つよろしく。いやー違うね、急須ラインでした。急須ラインの目が良かったですけどね。まあさすがに3つ縦横斜め来ませんね。1枚目からそうはいかないね。はい、じゃあ気を取り直して2枚目いきましょう。で、左のこっからいきますかね。左のこちらの方からどうでしょう。おにぎり200円、横提灯かね、提灯か、横はいません。あ、提灯来たけどな、2つだもんな。2つで50万くれませんかね、半額。下わらじ、お、わらじ5万円コース、どうでしょう。無欲だ、無欲でいきましょう。なんか輪郭がちょっと合ってるような合ってないような、おにぎりの上みたいな感じもしますが、やっぱり。しかしながらここ3つは来ないので、ここのおにぎり勝負ですか。あー違うね、これ急須が来ちゃったので、急須、急須、
急須勝負ですね。おお、来た。あと1個食っと1番じゃん、これ。どうかなぁ。うわぁ、これ湯飲みじゃんか。なかなか来ないねぇ。残念。では、切りを取り直して、3枚目いきましょうね。真ん中から攻めようかな。中から攻めて、急須が真ん中に来ました。ここはどうかな、急須来るかな。これ提灯来ちゃったか。ここはどうですか。おにぎり来ちゃった。全然違うの来ましたね。しかしここに提灯、急須、おにぎりと3つチャンスが出てきたね。あー残念、湯飲みが来ちゃったね。湯飲み2つでしたか。貝も横ないね、これね。ここもないし、斜めもないので、急須とおにぎりラインですね、じゃあ。お、そう思ったら、提灯来たね。もうここ関係ないですから。急須2つ来てもしょうがないよね。3つ来ないと。ここが、提灯来れば、100万なんだけどなぁ。わあ、わらじか。あ、もうこの段階でおにぎり せずもなくなりました。なかなか見つきませんね。さて、4枚目です。あと残り2枚になりました。頑張りましょう。下から行くか。湯飲みが来ました。わらじが来ました。お、わらじが来ましたが、残念ながら2つと。なるほど。じゃあ中段行きましょう。急須が来ました。立てないね。湯飲みが来ました。斜め来たよ。横は提灯ですね。もう立ても何もないので、ここに行きたいですね。まあ、ちなみにここは、あ、急須か。2つ来ませんね。ここはおにぎりか。いや、なんかおにぎりの予感もするね、これね。2つのパターンで。ね。湯飲みが来ればベストだけどね。2つのパターンでおにぎりという感じがしないでもないですか。どうだろう、これ。なんか、急須のここに似てる気もし、あ、急須じゃねえ。湯飲みのここに似てる気もしますが。おにぎりのてっぺんじゃない気がする。ほら。あ、違うな。この黒いのがなんか、黒いのがなんか嫌だな。これはこれだ。提灯か。なんだ、ちょっと期待しちゃった、今。提灯っすか。せっかくもう一個ね、これね、湯飲み食ったら1000円だったのにね。なかなかこれ、しぶといね、今日はね。ラスト1枚ですよ、これ。1枚も当たらず、とパターンが、頭をよぎってまいりました。そんな。おにぎり、あ、これね。急須来て、提灯来ましたよ。はい。真ん中どうかな。わらじが来て、おにぎり来て、ここが急須。っていうことはもう縦はないですから、ここにおにぎり来て200円ゲットとかな。わかんないけどね。横は提灯。提灯でもいいですよ。提灯見てて100万だからね。わらじっすか。もうなんもないですね。もうここにあとおにぎり来ないと。もう、ジエンドになっちゃいますよ、これ。どうっすかね。最後200円ぐらい当たって、ちょっと。どうだ？うん？おにぎりの上かな、これ。もしかして
あ、来た来た。おにぎり来ました。ってことで200円ゲットでございますね。なかなかと手強かったですね、今回ね。うん、まあ、1枚当たったってことで、高額当選なかなかねしませんけどね、次回また頑張りたいなと思います。10月はちょっとよく調べてませんけども、また水曜日あたりに、ね、出ると思いますので、またですね、朝一番で買いに行ってあげていきたいなと思います。はい、皆さんもね、ぜひね、幸運がありますように、高額当選ねいたしますようにお祈りしております。ちょっと寒くなってきたので、風邪とかひかないように、コロナにねならないように、お体ご自愛ください。まあ、いろいろチャンネル登録もねよろしくお願いいたします。再生リストもスクラッチだけじゃなくてロックとかいっぱいありますから、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。ロックロールベイダー教でした。